outside? Thank you.
いらっしゃい。Daddy.よし、よし、よし。
キリト君、私たちが76層を解放した時から町の人たち増え続けてるよね。絶対分かってないと思う。上層と下層で連絡を取り合って情報の周知を徹底させないと。もちろん他のギルドにも伝えて。たとえそうしても攻略組以外の人たちに情報が届くのは随分先になると思うの。そうだけど、あれだけの異変があったんだもの。攻略組に知り合いがいたら心配になって直接会いに来たくなる人もいると思う。あ、私も気をつけないと。急いでリズに。ようやく見つけた。二人とも無事だったみたいね。リズ？どうして来ちゃったの？どうして来ちゃったのって、そんな言い方はないでしょ。あんたたちが大丈夫か気になって、はるばる76層まで来た友達に向かってさ。リズ、会えたのは嬉しいの。でも私も会えて嬉しいわ、アスナ。で、そこの相変わらず黒ずくめの剣士様は？分かってるわ。あんたたちも急にアイテムがダメになっちゃったんでしょ。だと思って、このリズベットブグ店の店主にして鍛冶屋のあたしが駆けつけたんじゃない。ああ、でもレイの事件のせいで上級鍛冶スキルがいくつか完全消失。あとメイスの戦闘スキルも。なんだ、残念ね。そうなのよ、入ってた注文は全部キャンセルしなくちゃいけなくなって、リズベットブグ店は火の車よ。今後のことを考えたら一日でも早く鍛冶スキルを鍛え直すべきなのかもしれないけど。スキル上げに集中できるほど平常心じゃいられなくてね。情報収集も兼ねて二人に会いに来たの。でも元気そうでよかった。時間あるならちょっと話しましょうよ。二人の夫婦生活のことも知りたいし。
ちょっとリズ、冗談よ、今はそれどころじゃないだろうしね。私は攻略組じゃないけど、二人のことはいつも応援してるから、困ったことがあったらいつでも相談に乗るわ。それじゃあ私は戻るわ。二人とも気をつけてね。何よ、改まって。落ち着いて聞いてね、リズ。実は、もうリズは75層以下に戻れないのよ。は？ 76層って、一度来たら75層以下に戻れなくなっちゃうみたいなの。自分の店に戻れないの？残念だけど。まさか、そんなことあるわけないじゃない。二人とも冗談がうまいんだから。下に戻れないんじゃ、私の店にも来れなくなるわけだし、商売上がったりもいいところだわ。最前線で新しいお店を開き直して、攻略組を相手にじゃんじゃん商売しないとね。されたばかりだから、きっといいプレイヤーホームが残っているわ。頑張ってね、リツ。ありがとう、アスナ、キリト。早速、リズベットブグ店2号店となる場所を探しに行ってくるわ。
ズがたくましい子でよかったわ。よう。